球界の長谷川正則です。はい、占い師の大石です。よろしくお願いします。はい、はい、本日は占いワイドショー。はい、さて、今話題といえば、本日はですね、うん、米イラン戦争は勃発してしまうのかを占う。なんかこの1階の占い師にすごいの持ってきたね。ちょっとね、テーマがテーマなんですけれども、本当にね、ちょっとね、今世間を賑わしてるというかね、緊張状態と言いましょうかね。あ、特にないのね。はい、いつものあの、まず占いに入る前の長谷川解説はないんですね。長谷川解説はだから、まあ戦争になってしまうのかどうかっていうところですけどね。すっげえほんわかしてるなとか、ざっくりしてるな。あ、いやでもこの時点で、はい、今日の収録日がねちょっとこうずれてるんで、うん、まあどうなってるのかっていうのもちょっとね、うん、あ、そうですよね。とりあえずイラン側の方がちょっと報復で何か、ね、あのぶっ放したぞっていうのがありましたけれども、今の段階ではね、でアメリカの方もなんかあのね、報復の準備はできてるぞみたいな感じで、まあ威嚇し合ってる状態というようなところですと、はい、それでですね、こういう手が出まして、米がいらない戦争いやいや、米イラン関係ですけども、はい、あの唾液という占い方法を使いまして、うん、で、この占い方ではですね、あの、まあ、いつもここに6つ十二支が並ぶんですが、ここに関係者が現れてくるぞと、で、あの、なんていうかな、2社の対立問題を占うときに、この背と王っていう、背 VS 王みたいな感じで見るわけなんですよ、うん、そうするとですね、見事にあの陸中華という家になって、もう背と王がすげえ喧嘩してる状態だなっていう気が確かに出ました。ただ動いてるものはその2つではなくて、もう1個別のものがなんかここで動いてるやつがいるんですね。でね、まず、緊張関係はあの占うまでもなくもう分かりきってることです。でだからといってこれで、いきなり何か始めるかっていうふうにこう考えた場合なんですけども、そうそうすぐではないだろうというふうに考えられてね、あのね、一番直近でもね、2月にならないと動きはないだろうというふうに、まあ、思っているんですけれども、まあ、まあでも2月ってすぐですよね。まあ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 、で要はそのまあ本当に本当に真剣にやっちゃったら両国ともまずいということは分かってるはずなので、まあ、お互いのメンツと威嚇ですよね。でそういう力バランスがあるんだけど、その辺がちょっと2月に入った時に崩れそうなんですよ。で崩れそうというのは両国ではなくて真ん中でバランス取ってなんかその抑止してる国がありそうなんだけれども、そこがちょっと吹っ飛びそうなので、そうするともうやるぞみたいな感じになってきますよという気なんで、でまあ戦争というところまでではないと思います。ただいわゆる報復合戦、エスカレートみたいな感じっていうのが、考えられますと、というところなんでね、ちょっとね、まあまあ、あの少なくとも日本に飛び火はないと思いますしね。そうですか。なんかそっちもねちょっと心配というか、特にでも、まあ、アメリカがね、あのちょっと日本も助けてよみたいなことを言うかもしれないなっていうのはありますけれども、そうそうそう、怖いじゃないですか、うん、まあでもこっから見る限りはね、私は結構今楽観視してるんですけれども、まあ、そうだな、特に良いかな、まあまあお互い当事者同士で潰し合いするだけだと思いますから、あんまり、日本は関係ないと思いますけども。いや先生はそう言うとね、ちょっとなんか安心というか、いやのほほんとしておりますが、まあまあ、それぞれにあのほら、国際的な関係って絶対的にいいとか悪いってあんまりなくって、大体どっちにも言い分があるんですよね、だからそこが判断難しいところで、物語みたいに単純に絶対的にこっちがいい方でこっちが悪い方でみたいな感じじゃないというのがまずあるし、しかも今回出た毛がまさしく同じ五行の土行と土行っていう両方とも同じので現れてるってことは、どっちにもその言い分とどっちにも言いがかりと両方あるなみたいな感じっていう毛でしたと、で、2月になるとちょっとその危うい均衡が破れて、報復合戦やるんじゃないかなというような予想でございます。なるほど。ただまあ致命傷ではないよということだと、はい、はい、以上でございます。ありがとうございました。はい、はい、また明日も見てください。